小弱工場に保存されている P-5 系電車保存車車内新京阪鉄道 P-4 型電車は阪急京都線の前身となる新京阪鉄道が1925年に導入した電車である。新京阪として最初に製造された電車となり千里山線を中心に使用された。本校では後のフロー50型となる P-5 系電車。 上戸先の乗せ電鉄の10.20型についても記述する。千里山線の天神橋駅や和寺駅間延伸を機に登場し、4時にわたって製造された。ダブルルーフの木造車で、前面は丸みを帯びた3枚窓となっていた。一時車は9から13の5両で、製造は梅鉢鉄工所、番号は1系の追番である。終電装置は、トロリーポール、電装品は、 東洋電気製 48kW モーター及び ES 型電動カム軸式主制御機を装備し、ブレーキは SME 非常直通ブレーキ、台車はアメリカ JG ブリル社製、ブリル 27MCB-1 を採用した。部内故障は P-4 であり、P-2P-3 の故障は使用されていない。1926年に増備された二次車は14から18。 の5両で、製造は、汽車製造、部内故障は P-5A である。大枠の構造が変更され、幕板の凹みがなくなった。1927年には三次車として19から28の重量が製造されたが、製造所は19から21が、田中車用、22から24が、梅鉢鉄工所、25から28が、汽車製造の3社に分かれている。 台車も19から23が、住友のケース30リットル、24から28が、汽車製造のブリル型となっている。一時車、二次車では、正面中央の窓の上部が一段高くなっていたが、三次車では、左右と同じ高さになった。部内故障は P-5B である。1929年には、制御車50型として51から56の6両が、 田中車両で製造された。部内故障は P-5T である。1928年の本線部分開業を控え、P-4P-5 の 1500V への昇圧改造が行われた。終電装置はパンタグラフか大阪寄りの床下端部に電動発電機を設置、出入り口には本線用の P-6 の車腹に合わせたステップが設けられた。 1929年6月、鉄道省からの指示を受けて付与した形式故障として、P-4P-5 の電動車には、デロ、付随車には、風呂が制定された。同時に、電動車の9.10は29.30に、改版され、電動車は、デロ 10K11 から30となった。この頃には、P-4P-5 のグループは P-5 と、 総称されるようになった。51から56は21から26の大阪方に連結した MCTC の編成を組んでいたほか、MCMC MC 同士の2両編成も見られた。1932年3月より順次、貫通化工事が行われ、車両間がホロで結ばれた。同時にドアエンジンの整備も進められ、貫通化工事は百三十八年頃に一段落。 した。1936年4月6日、25と55が、千里山駅で消失した。この2両の代替として200型が製造されている。1944年3月、千里山線で、P-5 による3両編成運転が開始された。貫通加工事も再開され、50型は54を除く全車が両貫通となっている。九点三0は、 嵐山線で使用されたが、戦後に貫通化工事を行い、千里山線へ移動した。1956年より、千里山線で P-5 の4両編成運転が実施され、対応工事が行われた。MG の負荷軽減のため車内灯は直流点灯の蛍光灯となり、SME 方式のブレーキ装置には電磁球配便が付加された。 その後も、正面腰板の鉄板化、通風機の撤去、モニターの明かり窓の撤去、台車振り替えなどの改造が行われている。1957年より、乗せ電気軌道へ14両が上と、対応された。最後は、嵐山専用として15、16、26、56の4両が、残り、電動車1両を予備とした3両編成で使用された。 1963年に廃車され、阪急線から姿を消した。乗せ電気軌道へは1957年に8両が上と、1961年には6両が対応された。移籍した車両は、終電装置が再び、トロリーポールに変更された。その後、京阪神急行電鉄から320ガが入線したのに伴い、再びパンタグラフに交換され、 一時は3両編成化の計画も出たが、500系の借り入れが具体化したために廃車されることとなり、1967年までに全車廃車された。なお、阪急より借り入れた車両は1966年に返却され、直ちに廃車された。30は、旧車番10として1963年に原型に復元し、小弱工場に保存されている。 当初は宝塚ファミリーランド内の乗り物館に保存されたが、同館の閉鎖に伴い、小尺工場に移動した。また、乗せ電気軌道に譲渡された車両のうち3両が、電動貨車への改造を前提に、平野車庫に留置されていたが、1975年頃に解体されている。乗せ電気軌道10軽電車に関するカテゴリー、乗せ電気軌道20軽電車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。